京葉線の旅、葛西臨海公園駅からスタートです。本日の旅人は、あ、こんにちは、どうも白銀です。本日も頑張っていきましょう。はい、葛西臨海公園に着きました。見てください、すごい人です。人気あるんですね。こっちを見ていきましょう。わあ、見てください、でかい観覧車がありますよ。あそこに乗ったら景色が見れますね。見てください、汽車がありますよ。これで公園内を回るらしいです。シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポ。わあ、一緒にやってくれた、どうもありがとうね。楽しんできてね。おやおや、シナキンさん、左は水族館があるらしいですよ。行ってみるのも悪くないんじゃないですか。こちらが水族館ですか。行ってみますかね。楽しめそうですもんね。わあ、魚、東京シーライフパーク、いかにも水族館って感じがしますね。ワクワクしますね。今水族館並んでたら先ほどの子供です。お名前は、お名前は、喋ってくれませんね。返事をしませんね。すいません、僕ちゃん、お名前教えてください。お名前は、お名前、なんだかな。こちらの芸術的なドームが水族館ですね。今から楽しみですね。なんか鳴き声がします。こっちかな。あ、すごい虫がいっぱい。あっちに見えるのが多分千葉県です。こっちに見えるのが多分ネズミランドです。楽しそうな夢の国が見えますね。あっちに行きたかったですね。気を取り直して水族館に入っていきたいと思います。うわ、もう楽しい、もう楽しいよ。わあ、見てくださいよ、サンゴ礁の海です。どんな海が広がってんのかな、楽しみですね。この大群はイワシ。お、すごい、なんか形が。サメ見えた、ほら、サメでいっぱい入ってる。どれがサメだ？あれと、あれと、次は世界の海です。どんな魚たちがいるんでしょうかね。皆さん、世界の皆さん、シナキンですよ。これ見える。
なんかめちゃくちゃ綺麗、くちばしみたいな。
暗闇で出会う生き物たち、うん、ということは深海魚ですかね。行ってみたいと思います。なんか音鳴ったのって聞こえてる。宇宙人超遅れて反応してきた。遅っ。遅いな。あ、で動かなくて、あ、ちょっと手動いてる。ちょっとだけ手が動いてる。気持ち悪い。上にいっぱいいた。これがさっきのやつで、ちっちゃかったやつで、ほら。なんであそこに指とかいるの？でかくなったじゃん、凛ちゃん。でけだ。お化けみたいな顔してた。みんな近づいてきて。やばくない？病気かな？いや、深海だからです。通常の声。タカアシガニ。ずっとタカハシガニって思ってました。タカハシ。こっちもタカハシ。なんだっけ、パトリックだもん。パトリック、パトリックいます。なんか人みたい。あれ人みたいだね。カリカリの動きかわいい。カリの動きかわいい。足がチク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 。猫に模様あんのし、オスだって。猫に模様があるやつだ。模様ってあの柄があるってこと。デザインあれだ。そうでした。あれ？これじゃないの。あれだ、あれあれ。今来た。あっちにいる。模様があるやつ。ほらほらほら、オッケー、ほら。模様があるやつ。ギリギリ来るか来ないか。来た来た来た。リンジャー来たな。上。ダブルです、ダブルです、そうだ。ダブルと上では言わない。真空水温。2秒。
おやおや、シナキンさん、次はどこへ行くんですか？マグロです、マグロ。2夜連続交互期待。さあ行きましょう。うわー、懐かしいですね。おやおや、シナキンさん、走り回っちゃって元気ですね。マグロはでかくて光っててとてもかっこいいですね。今私はシアター席に座って見ていますよ。少し休憩しながらマグロを観察できてとてもいいですね。今から海の生き物と触れ合っていきますよ。触りますよ。今から貝を触りたいと思います。うんうんうん、貝だけに硬い、なんつって。次はね、ウニを触っていきたいと思います。ウニの棘にだけは触らない方がいいって書いてありましたね。うんうん、間に入れるのは難しい。うん、痛ー、痛かった。シナキンさん大丈夫ですか？あれほど触んないでって言ってたのに。これは何ですか？うう、気持ち悪いですね。次はペンギンです。ペンギンになりきって行ってみましょう。臭いな。よく見たらシナキンも混じってますね。これはシナキンペンギンですか？はい、そうです。私がシナキンペンギンです。シナキンさん、水族館を出た後はどこに向かうんですか？せっかく海が近いので海に行ってみようと思います。海ですか、いいですね。あらあら、はしゃいじゃって元気いっぱいですね。海に着きました。
ただ一言で言うと、とにかく寒いです。寒いのでね、ここらで終わりにしたいと思います。また来週、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また見てね、バイバイ。シナキン TV。 イエイ。